クレープには気をつけろ。ハモリ長製菓のアイス、ザクレープの前身商品であり、約30年前に発売されたクレープ屋さんのパッケージに描かれていたクレープおじさんをメインキャラクターとするブラウザゲーム。クレープおじさんの正体が実は約30年間変装し続けていた超絶イケメンの怪盗クレープだったという設定で、プレイヤーは彼と偶然出会ったヒロインとして怪盗クレープを冷凍庫にかくまうか刑事に連絡するかの2択を迫られるという内容だ。諏訪部は企画を聞いた時のことについて、ザクレープってあのアイスのザクレープとマネージャーに二度聞きしてしまいましたと振り返り、希代の怪盗との禁断の恋をお楽しみいただけるよう努めましたので、お気に召していただけたら幸いですとメッセージを送っている。また怪盗クレープには気をつけろ、特設サイトがオープン。さらに森永製菓公式ツイッターアットマークモーリナゲイスの予告投稿に記載のツイートボタンを押してツイートを投稿するとティザー動画を視聴できる。加えてゲームが公開される9月14日からは、怪盗クレープが描かれた限定パッケージ版のザクレープを販売。そして同日11時から12月3日23時59分までの期間にプレゼントが当たる2種類のキャンペーンを実施する。1つ目のキャンペーンでは、ゲームに参加してエンディング結果をツイッターでシェアした人の中から抽選で10人に怪盗クレープのボイスが聞ける冷凍庫用マグネット式音声チャイムを贈呈。2つ目のキャンペーンでは、購入したザクレープの写真を怪盗クレープをかくまいましたのハッシュタグ付きでツイートした人の中から抽選で200人に怪盗クレープのセリフが録音された音声台付きの QUO カードが贈られる。ザクレープってあのアイスのザクレープとマネージャーに二度聞きしてしまいました。前身商品であるクレープ屋さんはその昔にハマってよく食べていた時期があり、パッケージに描かれていたあのファンシーなおじさんの正体が実は、しかもそのキャラクターを演じる美がよもやこようとは思いのほかボリューム感のあるゲームコンテンツということも相まって本当に驚きました。設定上の年齢ではなく、外見の雰囲気からイメージして演じてほしいというディレクションがありましたので、そのプランで取り組みました。希代の怪盗との禁断の恋をお楽しみいただけるよう努めましたので、お気に召していただけたら幸いです。そういえばそういう体験というのは久しくないような気がします。強いて言うならば、30年近く仕事に心と時間と体力を奪われ続けていますね。笑い。あなたの選択でストーリーが変化していきます。前編非常に楽しく演じさせていただきましたので、ぜひ何度もトライしてすべてのセリフをお聞きいただけますと幸いです。もちろんザクレープを召し上がりながらよろしくお願いします。